これはやっぱりシンガポールでの経験がやっぱりあったからだと。日本の近代化の歴史がここにこうギュッと凝縮されているような、洋上風力の、まあ、フロントランナーになりたいと。石ちょっと触っても大丈夫ですか、はい、これがそのスエズ運河の、スエズ運河の石で、これ重いですよね。ちょっと、はい、すっごい重い、これも腰にきそう。巨大な海の中の掃除機ではなくて、これはすんじゃなくて砕いて、砕いて、あのかき回す、あの回転させて砕いて、このハンマーこれであの砕いてカッターヘッドで吸い取ると。